それでは続きまして、沖縄からいらっしゃいました、大学生です。慶応大学3年生、ユンタクル、あるいは島ぐるみ会議の共同代表も務めています、沢木愛さん、よろしくお願いします。さすがマラズにお進みください。皆さん、こんにちは。沖縄県の明和大学から来ました玉木愛と言います。さすがマラズに進みください。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。昨日、おとといですね、私は東京入りしたんですが、街を歩いてても米兵が歩いていない。戦闘機の音がしない。あの戦闘機の音は天井で聞こえる音。私は東京に来て、すいません、もうちょっと奥まで詰めてもらえますか。1959年、私が卒業した宮森小学校には米軍の発動マラズの僕のジェット機が小学校へ墜落しました。また私が小学生の頃、沖縄国際大学にここでもうちょっといっぱいなんで米軍の機が墜落しました。私は当時いとこが沖縄国際大学に入学していて、家族、親類、とても心配して、緊張して不安な日を送ったことを絶対に忘れません。今、地元では新基地設置に向けて政府の強行進んでいます。暴力も伴っています。私は何をすればいいのか、誰か何を学べばいいのか、日々仲間と考えています。私が反対する理由として、私自身の将来のために、沖縄県民のために、沖縄のあるべき姿を残したい。それ以上に人の命を奪いたくない。人の命を奪われたくない。人の命を奪う手伝いをしたくないという気持ちが強いからです。絶対に諦めたくない。私はそういう気持ちで日々大学で学び、ネットに足を運び、自らの思想を社会へと伝えています。県民の8割7割が新基地設置に反対しているにもかかわらず、日々海上保安庁の暴力と戦う加入隊、日々ゲート前で仲間と一緒に共に頑張る、ゲート前に集まる県民の皆さん、県内外の皆さん、私は彼らの姿を見るとさらに励まされ、さらに考えさせられ、人々が幸せに生きるということはどういうことなのか、沖縄県民にはもっともっと力がある、若い人たちが動けばさらに沖縄の動きは加速し、どん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 日本中も、沖縄から日本中が変わるんじゃないかって思っています。私は今20歳なんですが、私の初めての選挙は去年あった県知事選でした。私の初めての選挙権、私は親の言いなりになったり、ただ紙を見て候補を選ぶということはもうつまらない。そんなの世界を作っていく大人としての大人になれない。より強い気持ちを込めて、あの県知事選では自らの主張を仲間と名護市内でも社団長でもその選手との仲間としてきました。そういう私の姿を見て、友達がいなくなるよとか、就職できなくなるよとか、ちょっと情けない大人の人たちが私の周りにまだいるんですよ。皆さんどう思いますか。そういう日本社会がおかしくないですか。人々が世界に対して、特に若い人
絶対に守る。また辺野古に絶対新基地を作らせない。大政府が行っている今の動きを絶対に見逃してはいけない。批判的に見るべきであると私は沖縄から強く主張しています。皆さん、そういう社会を私は今日この時間も皆さんと過ごしたこの時間も明日沖縄に帰って沖縄県民あるいは私の友達沖縄の社会に伝えていきます。私はそこから素晴らしい時間を東京で過ごすことができました。私が学ぶことは絶対に皆さん、私がここに立っているだけで私は皆さんからすごいエネルギーをもらうんです。沖縄県がどう動くべきか皆さんと一緒に今の日本政府に対してどういう態度をどういう意見を持っていくかによって私たちの将来を大きく変えると思います。今通っている選挙法案、取り掛けている選挙法案、安倍さんは戦場に行かないですよね。私の彼氏や、もしかしたら私の彼氏や、私の子供、私の孫、あなたたちの子供、孫が戦場に行くんですよ。今声を上げないと絶対にもしかしたら止められなくなるかもしれない。私はそれを手を挙げるんだ、東京に。